本日は選手インタビュー。お疲れ様です。突撃です。はい、大丈夫ですか。はい、大丈夫です。今インタビューしてまして、自分が使ってるグローブをちょっと紹介してもらう、はい、グローブちょっと、はい、したいんですけど、はい、お願いします。はい、はい、これのメーカーはディファイン。ディファイン。ディファイン。東京の下北沢にベースボールマリオ、はいはいはい、オリジナルブランドなんですけど、はいはいはい、でディファインって言って純型グローブ、純型さんの革を使ったグローブ、はい、このグローブを使ってます、はいはい、これ何年ぐらい使ってますか。これはもう昨年使ったら1年半ぐらいですか。1年半ぐらい使ってます。なるほどですね、はい、型のこだわりとかありますか。外野手だと思うんで。そうですね、やっぱいろんなとこで取ることが多いので、あんまりもういくつかポケットを2個作るようにしてそんな感じで作ってます。なるほど、はい、補給面はどんな感じですか。補給面こんな感じですね。結構大きめのポケット作ってます。あ、大きめポケット。土手でも取れるような、はい、意識してやってます。丁寧には手入れされてて、はい、ありがとうございます。素晴らしいです。今年入って、はい、こういうとこを見てほしいっていうところありますか。そうですね、冬もう一回体の使い方を見直して、やっぱこう強い打球を打てる率というか、はいはい、もちろんヒットであって数字も残しながらツーベースやホームラン、はい、チームの貢献する長打だったので、はい、どんどん打ってくれるようになってきて、そこを試合で出していければなと思います。なるほどですね、はい、バッティング練習もえぐくて、いやいい、打球の伸びがすげえすぎてずーっとしたんで、ありがとうございます。本当にちょっと期待してます。ここ意識してください。強化大事ですよね。大事です。強化大事です。覚えてます。強化大事なんで、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ピッチャーということで、はい、グローブをちょっと見せていただきたくて、はい、あ、Z のプロステータスで。いつ頃購入されましたか。今年の1月です。1月、はい、3月のオープン戦から使ってて、まあ、ようやく使えるようになったかなと思って。オーダーのこだわりとか、まあ、型のこだわりとかありますか。まあ、色は、まあ、なかなかいない色なんで、はい、ちょっと他と被らない色がいいなと思って作ったのと、はい、僕グローブを縦に使う癖があるので、はいはいはい、縦閉じの紐の入れ方にしてて、はい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 、よくいるピッチャーってこう握ると思うんですけど、あ、そうですね、僕ちょっとその握り方ができないっていうか、その1個前のグローブをわーって片付けないで潰れてもいいぐらいの気持ちで使ってたら、縦閉じで全部使ってたんで、はいはい、縦閉じで作りました。グッて握るタイプじゃないんで、はい、これしか動かないですけど。あ、なるほどなるほど、はい、僕もそうで、あんまりこうピニャピニャしてないんで、ちょっとこう隙間が空くぐらいにしてて、あ、まあ、意識はしてないです。意識はしてないですか、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。開幕ですけど、意気込みちょっとですか。そうですね、2ヶ月ぶりなんで、はい、復活されて、休んだ。自粛期間中何されてましたか。そうですね、まあ、できることはやってたんですけど、バッティングとかはできなかったんで、はいはいはい、体を鍛えてました。体鍛えてました。こうメーカーはなんてメーカー。スラッガーなんですけど、はいはいはい、ちょっと取っちゃったんですね。渋いっす。渋いっすね。これ何年ぐらい使ってますか。これもらったんで、自分の兄からもらったんで。ヤクルト、うん、そうです。これ選手ですもんね。3年ぐらいですか。なんですか。はい、グローブのこだわりとかなんかありますか。大きめに作って、はい、こうなんで縦に、縦に使ってます。縦に使って深く、はい、結構握り替えも結構スムーズですか。スムーズです。こうやって、あー、なるほど。こう握れてます。今まではこうやってますけど、はいはい、腰から、腰から縦に縦に行きました。ご自分のあの売りとかってありますか。守備ですか。守備とか、まあプレーで守備だったら、なんていうんですかね、堅実じゃなくて、ダイナミック。ダイナミックに、スーパースターのように、やっぱ、新庄さんのように。やっちゃいます。やっちゃ期待しますので、はい、あ、どうもありがとうございます。よし、お久しぶりです。今年は意気込み、意気込みなんかある。はい、今日開幕なんで、しっかり、はい、勝っていきたいと思います。あ、ぜひ頑張ってください。ありがとうございます。よし、今年は意気込み、ちょっと、いいですか。意気込みですか。はい、今日一番出てるんで、はい、なんとか。切り込んで頑張りたいと思います。頑張ってください。ありがとうございます。はい、こちら外野では守備やトレーニングなどを行っておりました。選手の外野フライの取り方や入り方、非常に勉強になりました。
僕がいつもお世話になってます宮野原選手の外野フライの捕球です。非常に上手です。僕がピッチャーで外野フライ飛んだ時にこういう取り方をする選手はですね、本当にこう安心感のある選手だと思います。そして開幕戦ですね、本日の先発マックス154キロ、右腕岐阜城北高校広島東洋カープ育成ドラ1、その後支配下登録をされた辻空選手です。辻選手のピッチングご覧ください。レッド宮野原拓レッド宮野原拓手番号は富田大輝127。わー、ナイスボー。はい。はい。146。こんにゃ。次回予告。両チーム譲ることなく、そして投手も素晴らしいピッチングをしておりました。次回の動画もお楽しみに。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。プリントするグローブはこれプラスこちら見ました、はい、これはい、HZプロステの源田選手モデルのこのバスケットウェブのグローブ軟式用です。基本的にチャンネル登録と、はい、僕らのインスタフォローは必須ということで、超平 TV の、チャンネル登録者が8000人突破したプラスモンダナさんの、インスタを貼っておきますので、フォロワー数が3000人突破したらプレゼント企画を開始と、許可出ましたんで、今回はですね、こちらファイヤーズのグローブをね、登録者が8000人いったら OK という話をもらったんで、チャンネル登録者8000人突破しましたら、プレゼント企画を開始したいと思います。まあ、まだまだ先ですけど、皆さんの力をね借りて、頑張りたいと思いますんで、今後ともよろしくお願いします。じゃあ皆さん、こちらファイヤーズのグローブ8000人いったらあげますんで、ぜひとも皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタンもよろしくお願いします。トロヘイ TV 2020年モデルの T シャツができました。走れ大井チャンネルの大井くんも一緒にモンタナスポーツさんで販売中。文字にシルエットを入れたとても斬新なデザインとなっております。皆さんぜひとも1枚ご購入してみてはいかがでしょうか。詳細購入リンクは動画の概要欄からチェックをしてください。それではアウリオシタアーツオー。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツオンラインショップで購入できます。女子プロ野球選手や野球人みんな着てます。